それでは空間テーマでカウントダウンいたしますね。19、8、7、5、4、3、2、よし、1、よし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 、時間が止まった。そうだけど、よし、ごめん、俺初めてなんだ、グノーシア。空間的には反可能性演算を使うからね、端末である僕や君はグノースと接続されるのは当然だろう。うん、よくよくわからない。ちょっと教えてラッキーよ。意味がよくわからんと答えた。まあ理解する必要はないよ。そして君に説明する気もないよ。冷たいな。グノーシアとて一枚岩ではないということだ。そろそろ君ようじゃないか、この宇宙が消え去る哀れな人間をね。ちなみにこんな接続状態、一の一人しか消せないよ。せいぜい慎重に選ぶがいいさ。君が誰を選ぶかで君の程度も知りようってものだよね。母、お手並み拝見ってところかな。いや、コメットちゃんだよね、ここは。でもね、守護天使守りそうなんだよね、コメットちゃんのこと。でもコメットちゃん確実に俺を調べるはずなんだよ。だからここはリスクを犯してもコメットちゃんなんだよね。守護天使の人がラッキーオに行ってくれることを祈りつつコメットちゃんに行くか。そうすれば勝ちだぞ。行け。君はこの僕を陥れたの、それとも脳が萎縮してるの。もしコメットを消したらコメットはグノーシアではありえない。そうなると対立候補の僕がグノーシアだってことは完全に露見するんだけど。あ、そっか、そっか、あ、そうだ、あ、は、あ、すいませんでした怒られちゃったよじゃあジナちゃんかな。なんかコメットちゃんのことカバーしてかばってたし、コメットちゃんかばうものはちょっと、でもコメットちゃんコールド、あ、でもそうか、コメットちゃんコールドスリープさせればいいのか。コールドスリープだったら大丈夫なのか。そうだ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 、本当に、ごめんラッキーありがとう、本当に、俺バカだったわジナにしよう。悪くないんじゃない。それじゃあ行こうか。息もなく横たわってラキオはその方に静かに手を添える。ジナには感謝してもらいたいぐらい、つまらない生命活動を真実で終わらせてやるんだから。しよう、ぼんやり何突っ立ってるの。さっさとジナの教会に触れるんだ。手を伸ばした。ジナに触れた瞬間、ジナの輪郭が膨れ上がりめくり返る。輪郭が膨れ上がってめくり返る。いい旅をジナ。パチンと、ああこうやって消えるんだ。青のように全てが消えたね。輪郭がこうやってうわーんって浮かんで、なんかボワーンって消えちゃった感じか。なるほどな、消滅ってことか。死んだことすら気づかないんだろうな。グノシアンの検出いたしました。何また時間が遅れましたか。よし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 、行くぞ。排除されの言動に気をつけなければな。まずは報告を求めようかな。ジナが昨日まで一緒にいたやつがもういねえんだ。じゃあ報告を求めようか。やられちまったけどジナを調べた。ああなんだー、コメットちゃん握手拝借ジナグロシアじゃないよね。だって残念だったね。まあジナ僕の、あ、うまい。ジナグロシアじゃなかった。やれやれ、ドミノジナ不審者だろ。おまいう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 まい、これはうまいね。いいね。ね、お互いが同じ人を調べたからうーんって感じだよな。様子見ようかな。嘘を吐くのはつくのは構わないよ、コメント。だけどそれは何のための嘘なの。おっ、せっちゃんがコメントして疑い始めてるぞ。同調しようと。よし、疑っていたことを告げた。疑いは当然、コメントは前物なんだから。それは驚いた。コメントきつく当たるなってな。そして守護天使いなかった。あ、守護天使は別の人守った可能性があるか。俺はコメントに突き出するよ。シピとシゲミちゃんはコメント派か。SQちゃんは？ SQちゃんはどうなんだろう。疑えないよな、ちょっとこの状況。データ参照、公開日誌。コメントが怪しいと。様子見よう。要はコールドスリープさせたら相手を選ぶんだ。僕は塩が一生しかない。あー、俺にくつかかってくるね、否定しよう。やれ、気づかないから塩に逆向きをする。このガレシアが作為的だろ。そうだよね、むやみと疑っちゃいけないよね。いや、SQちゃん、SQちゃんが味方してくれるからいいよね、これね。あんまり疑わない方がいいな、これはな。コメントとか怪しくない？怪しいと思う。あ、これはいい。これはコメント釣れるぞ。そして茂道は残るんだな。コメット派はコメットに入、コメットに票が入るのはせっちゃんと俺と、ラキオと、SQちゃんだから。あ、コメットちゃん釣れるんじゃない、これいけそうだぞ。発言して念押すか、どうしよう。
どうしようかな。まあ様子見といた方がいいか。でも言わないのもな。うん、しかも悩み事なのが一番よ。発言を否定する、疑われているようだ。うん、発言する、疑う。まあコメントじゃ疑おうかな。シピにちょっと疑われてるな俺。喋りすぎだし、こんな状況で目指すろくなことねえだろ。何ごま、なんかごまほそしない、やばいやばい、情報交換の妨害かもな。俺に入るやんけこれ。俺に入っちゃう、あーなんでだよ、そっちやめて、やだやだ、コメントちゃうよ、みんなコメントちゃんに入れて。ううこれはきつい、厳しいぞこれ。茂道俺に入れよって。やばい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 、これやばい、まずいぞこれ。あー話さなきゃよかった、なんでだよ、もうせっかく愚弄して楽しかったのに。ちょっと様子見よう。うん、いやいや否定する。うん、まあラッキーは俺を弁護してくれるよね。疑っちゃいけない。うん、発言する、疑うでコメット。いやでも俺ちょっとなんかあれだな、またなんかうるさい発言さ、うるさい認定されそうなんだよな。様子見よう。コメントが怪しくない？うん、同調するか。うん、これダメなんだよな。これ多分俺釣られるわ。俺釣られる、すまないラキオ、ダメだこれ、俺釣られる。あー変なこと言わなきゃよかったな。うわーくっそー、結局あーどっちかもある、せっちゃんもな、せっちゃんがこっち側に来たのが良くなかった、あ違いも来たのが良くなかった、あーこれは悔しい。あーダメだった。うん、決断しちゃった。あーもうちょっとだったのにな、もうちょっとで勝てたのに。残念だったな。あ、せっちゃんが守護天使だったんだ、なるほどね。いやーデータ参照しよう、公開日誌。疑いたくない。もうラキオも、まあ、この後ラキオ釣られてそうだよな。塩は嫌い、塩はうるさい。言い過ぎたな俺本当にな。塩は嫌いとかすごい傷つくなこっちが。あ、茂道守ったのせっちゃんは、なるほどね。うん、うん、はい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 。いやーここね、ね、コメントここだよね、コメントが怪しいって言わなきゃよかったんだよな。いやこれだよな、これで全部が決まっちゃったようなもんだ。あーまあしょうがないですね。うん、また次のグノーシアになるまでちょっとね、またちょっとグノーシアとして振る舞いを勉強しておこう。うん、オッケー。さあじゃあ今日も続きやっていきましょうか。前回はグノーシアでちょっと悔しい思いをしたんで、ね、もう一回やりたいな、2連続グノーシアやりたいな。これ俺の配役もランダムだよね多分ね。ね、毎回多分メンバーは固定かもしれないけど、それぞれの役割はランダムとかそういう感じかもしれないですよね。それともメンバーすらランダムかもしれないね、ループによって。だから人によって全然違うグノーシアだよね、これは。多分固定され、ループ Q はこのメンバーでこの役割だよっていうことではなくて、多分ループ Q だけど、このメンバーは俺の実況とは違うし、役割も俺の実況とは違うとか、そういうことなのかもしれないですね。今の自分はグノーシアではない、ただの上院だし、あー、残念だ。俺だけがね、記憶を持ち越してる感じするからな。だから経験値ってもあるんでしょうけど、うん。みんな絶対俺よりパラメータ高いんだろうなと思えるよ。俺がレベル3だとしたらみんななんかレベル35で、俺がメラを覚えたてだとしたらみんなメラゾーまで、すごいこう、圧力をかけてくるみたいな。いや、そりゃ俺強くならんといかんわな。まあ今はね、経験値を貯めるときって感じだ。つうか、俺にはちょいわかんねえんだけどな。うん。何が？グノーシアってのは大使のためなのか、人間に化けるんだと取引くらいはできるだろう。まあ話は通じるからね。お、そりゃそうだな。俺は消さないように頼んだら案外それで済んだりしねえか。でもグノーシア、それはグノーシアって何で人間消すんだろうね。人間というか、なんだろう、グノーシア以外の存在を。グノーシア、異性体グノースとの交渉が成功したという事例は過分にして聞かないのは多分無理なんじゃない。無理めでもよ、話くらいしてみてもバチ当たんねえだろ、あっちにあっちの事情があるかもしんねえし。対話路線派か。話し合いで解決するんならね、とっくにグノーシアは問題になってないと思うがな。意外とありだったり。もうおいすきゅうちゃん意外とそっち派？武闘派かと思ったけど、そうでもないのかな。無駄だよ。すべては無にキス。怪人のにキス一言。せっちゃん。無駄だよ。
グノーシアは人間を消失させる。なぜならそういう存在だからだ。俺たちがあれでしょ、空気を吸って呼吸をしているように、グノーシアは空気を吸うように人間を消失させるってことでしょ。人間は息を吸うよ。なぜならそういう存在だからだ。って言ってんのと一緒かな、ね。じゃあしょうがねえよってなるかな。極論だが。シピの好きな猫が猫であるように、人間が人間であるように、グノーシアはグノーシアなんだ。わかりやすい。俺の例えで合ってんじゃないか。分かり合えないって。分かり合えるかもしれないけど、それでも呼吸をするためには人間を殺さなきゃいけないのがグノーシアよ。分かり合え、あ、シピすごいやつ、すごいやつ、すごいやつ、もう友達になって、ああ、楽しかった、今日楽しかった、また明日会おうって言って、息を吸ってシピを消滅させるみたいな、そんな感じでしょ。どんだけ仲良くなったとしても最後はグノーシアって感じよ。時間ないから話し合わないと。そうだね。では発言させていただいてよろしいですか。少し気にかかることは、今回はなんか、なんかあれだね、議論前の会話が多いですね。なんだ、どうした、話を聞こう。私の思い違いであればいいのが、シピ様、シピ様は AC 主義者ではございませんか。 AC 主義者って何ですか。 AC って何、 AC って何だろう、何の略だろう。何だろう、 AC か、 AC なんかの略だよね、多分ね。なんだ、アクション、アクションクリエイト、行動を作っていこうみたいな。いや、違う、全然違う。聞いていこう。何 AC 主義者とは何かと聞いた。物を知らないね。アンチコズミック、異性体グノーサをあがめるイカれた連中のことさ。あ、なるほどなるほどなるほど。アンチコズミック、宇宙アンチってこと、反宇宙ってことね。そういうことだよね。グノーサをあがめるイカれた連中のことさ。まあ確かにね、そういう存在がいても不思議ではないですよね。カルト団体的な感じ。シピがその団体とは思えないかな。まあ人は見かけによらんとは言うが、この地は狂ってる。だけど、グノーシアに証明させてもらえば真実の世界に。そういうことね。こんなクソみたいな宇宙、グノーシアに証明させてもらえれば、次、人類は次のステージに上がれるんだみたいな感じか。なるほどね。物理原則の否定、人間存在の否定、そしてグノース崇拝、それが AC 主義の大筋だよ。近頃は急激に支持者が増えているらしい。なるほどね。しかし、あれでしょ、これは逆に言うと、そんなに、なんだろう、俺 AC 主義者だからとか言えないってことだよね。ね、AC 主義者って言ったら結構ちょっとなんか、白い目で見られたりとか、場合によっては、星によっては迫害を受けるかもしれないから、隠してるのかな。でも、星によってはさ、AC 主義者が多い星とかありそうですよね。宇宙は広いからな。シピの星はどんな感じなんでしょうね。ちょっとここはシピの、なんだ、意見を聞きたいところだけど。AC 主義者は人間ですが、グノーシアのために嘘をついたり、議論を混乱させたりします。AC 主義者は誰がグノーシアかを知りません。それただの書き回し役じゃん。グノーシアのために嘘つくの。グノーシアにとってはいい存在ですね。ね、最後まで泳がされて、ご苦労だった。AC 主義者のシピ君。非常にいい戦いだった。俺グノーシアだから、お望み通り消してあげるよ。みたいな感じ。人間のくせ嘘つくやつが AC だろ、OK。はい、わかりました。シピがその AC ちゃんってこと？期待されすぎて悪いけど、俺はそんな大したもんじゃねえよ。でしたらシピ様ご注意くださいませ。政権によってはグノーシアに同情的な意見を口にするだけで処罰されることもございます。やっぱりそうだよね。逆に、グノーシアに同情的な意見が世論の大半を占める星もあるかもしれんってことか。そしてみんなも注意してほしい。この中に誰かが AC 主義者だとおかしくはないんだ。そうだね、いろんな星が来てるし ね。AC 主義者一人、紛れてるって。主義者一人しかいません。なるほどね。なるほど、上院データ。誰誰？地球は大丈夫だろ。勝手な偏見。惑星ボーマン怪しい。ハンス怪しい。第52基地。これは規模がちっちゃいから大丈夫だろ。ジャングン怪しい。飛行が怪しい。グリーゼ戦団国家。これ、飛行会が怪しいわ。ステラちゃんじゃない？もうすげえ偏見。さて。まあ見ようかな、議論を。そうそう、エンジニアだ。そうだ、エンジニア。名乗り出てくれ。しげみちか。船のシーズン使えるには、これ誰がグノーシアか調べてみろわ。なんだ今の。まさか、
今のは俺の直感こうなの、いや初めてこれ俺の直感だよね、直感でしょ今の。次男嘘つい、うわーやった、直感力さえ渡る、直感能力で相手の嘘を見抜くことができます、相手の演技力が低く、あなるほど、ディナちゃん演技が下手くそで俺が直感力高いから、初めてじゃないですか直感力がこう発動したの、これはいいよ。うん、今後は調査お願いいたします。権限の審議によらず調査報告は貴重な情報源ですから。 OK、 うん、まあディナは怪しいよね、コメットちゃんも気づいたんじゃないかこれ、気づいてる感じしないね。ってことはコメットちゃん、俺が先陣を切ろう。ちょっと怪しくないディナちゃん、不自然なおじいに集めてることを指摘した。ディナ変だもん、俺のこと嘘つき扱いしてくるし、私が疑われてるんだ。シオはどうしてディナを疑ってんのか俺にはよくわかんねえ。今ディナに消えてほしくないな。ほう、せっちゃん、ディナの潔白隠蔽はどう、僕って言うやつだな。おー、3人ディナ派がいるな、多いな。ステラと仲がいいんだよな、ステラはちょっとかばいたいな。そうなると、うん、様子見よう。お、協力しよう。HQ ちゃん今結構楽しいよ。だってラブリーセッツ遊べるんだもん。ねねセッツ力合わせ一緒に生き残ろう。ダメ？そう言われたらね。断った。悪いが無条件信用するわけにはいかない。考え時間くれない。ああ。HQ ちゃん結構協力したがりだよね。様子を見ようかな。茂道かばってみる。いや、様子を見よう。一回発言しちゃってるからな。あ、SQ、コメントじゃ気づいてないよとして、気づいてると思うんだけどな。あ、ほら目が泳いだ。おっとそうきましたか。SQ ちゃん何も言ってないんだよね。 AC 主義者、 AC 主義者あれかな、ジナちゃんがあえてあのグノーシアに有利になるようにエンジニアって嘘ついてる AC 主義者って可能性はある。そういう可能性ありますよね。コメント狙えない、私たち分断、そんな手に乗るわけにはいかないな。せっちゃん乗っかるね。俺はまだちょっとかん、微妙って感じ。SQ を疑う必要ないと思う。SQ 擁護するんだ。なるほど。しかし SQ ちゃんはせっちゃんに協力仰いで断られてるよね。この3人のうち2人がグノーシアってことはちょっと考えにくいから、まあジナちゃんがグノーシアって感じ、路線が濃厚かな今のところ。ラキーは結構今回いいやつムーブだね。投票始めようか。まあ、ジナかな。違う、マジ？いやー、なんで茂道はせっちゃんに入れてんの？わ、謎だな。せっとコメントは消せんとき、極端なことだね。さあ、どうする？コメットちゃん違うと思うんだろ。コメットちゃんかばおうかな。私反対、コメントが出来だったら取り返しのつかないダメージを受けるから、まあ最悪の事態は避けられるよ。まだ負けではない。コメント怪しいって。はい、コメントちゃん擁護派はいないな。コメントとか怪しくない？いや、弁護しよう俺コメントちゃんを。直感力の高い者同士仲良くしたいんだよ。茂道はコメント派と。投票始めようか。この2人だとせっちゃんかな。そう、いやなんか ジナをかばったというただ一点でせっちゃんなんだよな。でもそれだけなんだよな逆に。SQ ちゃんがさ、せっちゃんと協力したいって言っててさ、せっちゃん断ってるくせにさ、あのコメントちゃんが SQ が怪しいって言ったら SQ は大丈夫だって言ってんだよせっちゃんね。かなり怪しいよねこれね。SQ ちゃんがさ、協力しようよって言ってさ、AC 主義者かグノーシアか分かんないけどさ、で、せっちゃんグノーシアだから、バカお前と協力できるわけねえだろ、お前目指すだろみたいなさ、そんな感じかもしれないですよね。せっちゃんかな、俺は。オッケー。これはこれでいいと思う。ここまでかな、退場するにまた会いましょう。オッケー。さて。レベルアップしようかな、じゃあ。レベルアップしよう。何をあげようか。直感力は10でいいですね。ジナの嘘ぐらいは見抜けるようになってきたってことか。ステルスちょっと上げとこう。オッケー。ロジックはいらないかもしれないね。まあ、あとで必要になるかもしれないけど。じゃあ、仲悪いジナちゃんとどうしようかな。コメットと話しとこうかな。コメットの信頼を貸しておきたいな。
これからどうなるか分かんないけど、仕事は楽しくやりたいね。お、仲良くなったんじゃないこれ。お、仲のいい人コメントになってやったぜ。あ、ステラ消滅。さて、報告聞こうか。エンジニア諸君。茂道調べた？しかし、茂道狙われなかったね。誰かが守ったか。うん。報告を。せっちゃんがいない今、俺がまとめるしかない場を。SQ をしろ、SQ はグノーション。はーん。ということで、SQ ちゃん違うな。なるほどなるほどなるほど、もう完全にジナちゃんがグノーシアじゃん。うんうん、これはちょっともうもうジナちゃん疑うしかないよね。せっちゃん、あでもジナちゃんは仲いい人がラキオとシピがいるんだよな。ここは SQ ちゃんかばった方がいいかな。 SQ ちゃんかばおう。うん、 SQ ちゃん人間だと思うな。ないない、コメントちゃんがそういうの、ちょっとそれは、じゃあ、ジナちゃん疑いたいんだけど、これ以上話すと、うるせえな、お前って、なんかシピまた睨まれそう、ヒーってなりそうだから、そう、黙っとくわ。あ、やった、な気楽に行こうぜ。あ、俺もそう思うわ。ちょっとジナね、無理してるのよ。うん。目が優しいから、ジナちゃん、きっと。うん。うん。私が疑われてるんだ。シピ怪しいよな。あれ違った。ジナが疑われてるのなんで。あー、コメントじゃジナ擁護するね。二人擁護か、ジナは。これはジナ釣れるかな。なんてこと言うの。助けてコメントちゃん。あ、やった。俺には味方がこんなにいるよ。ありがたいよ。やったぜ。塩攻めあんまうまくないって。塩攻めって言葉、やめてもらっていい。よし、まあ様子見とこう。何黙ってんの？そのラキオが発言しないんで、それも怪しい。うん。ちょっと俺はこれも同調。うん。僕疑ってるんだ。ちょっと強引すぎますな。早めラキオが違うってか焦ってないかにゃ。うん。オッケー。これはジナちゃんに入れたよな。コメント絶対いいやつだと思うんよ。うん。俺もコメント心配ないと思うぜ。ここはちょっと一緒にかばおう。うん。私はコメント信じられない。うん。SQ ちゃんね。よし、これはジナちゃん釣ろう。よし、ジナちゃん釣ろう。ラッキー俺に入れたか。まあまあいいや。これでジナちゃんに、SQ ちゃんはジナに入れるよね。茂道ラッキーに、なんで茂道ラッキーに入れたの。なんかラッキーに入れすぎじゃね。なんで茂道ラッキーに入れてんだ。なんでサイト行われ、接戦だな。いや、ちょっとこれは話を聞きたいか。いや、でも、ジナちゃんは怪しいよね。うん、これは間違いないと思うんだけど。SQ ちゃん来たね。ジナ疑う気持ち俺もわかるけど、ここらやめといてもいいんじゃねえか。うん、様子見よ。ジナとか怪しくない？うん。ジナ変だもんな。うん、という割にさっきラッキーに投票してんだよな、茂道。同調しよう。うん。俺の8ぐらいしかないカリスマ力がみんなに伝播することを望むよ。うん。これはちょっと微妙だな。釣れるか？ジナに入れよう。あ、オッケー。危なかった。おやすみなさい。私みんなに夢を見ると思う。うん。良い夢を。うん。ここからだな。今俺仲がいいのはコメットちゃん。仲いい人がいないんだよな。茂道危ないよな。次絶対。どうしよう。じゃあシピあたり話してみる。ね。最初 AC 宿舎の話したし。お前人間か？俺は、ああ、どうなんだろうな。うん。お！襲われなかった。これは守護天使守ったか。守ったかも。